続き歌っていきます。いつも通り、はい、これです。はい、ね、今日やっていくのはこっちね、この連中、これすねの部分、すねの部分を今からやっていきます。ちょっと途中で心が折れかかったんで一旦休憩でしたけど、さてちょっとね、今悩んでるのがこっちの台、これ今軸ずらして、あの一直線じゃないんですけど、ずらしてる方が正解なのか並べてる方が正解なのかってちょっと今わからない感じ。なんせこれ、この2つのパーツがひっつくと長さが結構出るんですよね、うん、でだんだん作業スペースがなくなってきて、このね、あの邪魔になるから、これこうやって積み上げてしまうという、まあすごくは狭い、中がめちゃめちゃ狭い。前どうやってやったんだろう、本当の前本当どうやったんだろう、自分でも、もうやった、え ?4年、5年ぐらい前か。もう覚えてね。覚えてないよっていうところで、さて、やっていきましょう。どうしよっかな。どうしよっかな。1個ずつ行こうか。1個ずつ行くしかないよな。1個ずつ行くしかない。あ、やばい。また入らんパターンだ、これ。やばい。また切らないかんパターンか。まただよ。まただよ。また切らなきゃよ。とりあえず今入ったから次のパーツも入れる準備しようか。やっぱ切らなあかんか。基本めんどくさがりなんで。よいしょ。とりあえずこれでいこうか。2つ入ったのかな。どこ行った。あ、ごめんなさい。
よし、これでいこう。これでいけるかな。ちょっとあれ、ちょっと不安を感じる。ちょっと不安を感じる。後ろで桜がグリグリやってる。グリグリ出せ出せっつってる。めっちゃガンガンやってるやん桜。ちょっと待って。うちのペットが、ペットちゃんが後ろでガンガン暴れてる。散歩に行かせろと。めっちゃ怒ってパーツ1個すら行ってないな、まだ。あ、これは半分だもんな。なんせ半分に切っちゃったからね。うわ、ちょっと微妙なサイズ。これ今ピーンって飛び込んだでしょ。これめちゃめちゃギュウギュウ押し込んで入れてるってことは。え、こうやってスーッと入ってくるやつはギュウギュウに切ってないから簡単に入るってことね。しまったな、ギリギリのサイズに切ってるからな。向きが違う。ちょっと、いい感じ、いい感じ。よっしゃ、オッケー。ちょっとそこで自動処理。
よし、これで半分いった。まるで生産工場やな。さて、もう2ついって合体まで行きたいな。合体まで行きたいな。番号はまでに合体まで行きたいな。行きたいな。そうか、これ切らなあかんのか、また。こっちも、あ、こっちか、あよし、これでいこう。さ、これ音がしなかった。音がしなかった。こっちもいるわね。ふん、ちょっと見ますか。さくらちゃん、じゃんじゃんじゃん。今出せ出せって言ってる。お散歩行きたいな。ダメ、出す、出せ出せっつうの。ブラックラットスネークのさくらちゃんです。はい、ブラックラットスネークはね、結構ね、あの温度調整が必要ないらしくて、まあ、結構寒くても結構暑くても非常に飼いやすいヘビだそうです。ヘビ、
を飼ってて楽しいのはやっぱり、まあ、爬虫類が可愛いっていうのもあるんですけど、泣かないし、ご飯もね毎日あげなくていいっていう、非常にあのこう仕事柄家に夜勤とかあっていない人にとってはもうすごい便利なペットですね。あとはね、ヘビちゃんやっぱりね、こうまあ脳みそってもう本当ね、小指の先ぐらいしかないんだけど、意外と賢いしよく見えてるね。もうガタガタするのやめなさい、もう出せ出せ、むせないですよ。絶対さっき散歩しただろう。もうあのヘビがね、あのさくらが出してほしいっていう時って大体ね、もうお腹すいたか、あのうんこが出るだとかね、あのおしっこ出そうな時とかね、もう大体決まっとる。用事がある時しか言われない。さっきおしっこ出して、もしことを怒らしたからね、もう絶対もうお腹すいたしか言わない。ヘビちゃんずっとね、毎回ずっとこうお腹すいた時にあげてると胃腸を言わしてしまうんで、あのちょっと空腹の時間をね空けてあげないと。もういけないんでね、ちょっと今空腹タイム。さこっち見てる。もういいって。最近目あれアピールしてくるが悪いね。えい、あれ、そっちじゃない。すいません、ちょっとね、自分の iPhone がね調子悪くて今、SE 予約中ですのでね、ちょっと今あの会社から渡されてる iPhone で撮ってるんですけど、あのストレージがいっぱいになってちょっと止まっちゃいました。会社から支給されてるのはね、あの 6S なんで、あのあんまり良くないんですよね。で、自分の使ってたやつは7なんですけども、今やばい状況で、よくぞ今まで持ったなって感じで、まずホームボタンがね、あの指紋認証以外使えない、何の意味もならんっていうね。で、あとスピーカーもね、ちょっといかれてて、電話受信するとあの通話ができないっていう。ハンズフリーのイヤホンを使わないと通話ができない。まあまあ電話かかってこないから、めったにかかってこないからいいんだけど、こういう状況で、ほんで最近カメラもねおかしくなってきて、どうもね、あれスピーカーと連動してるっぽいな、あのね、本体 の耳当てるところ、あいつと連動してるらしくて、あいつが行かれると、どうも、シャッターすら切れなくなって、ね、使い物なんねえ状態で、
早く機種変のやつ来ねえかなっていう。じゃあこのコロナのせいで予約したやつ本当に来るのかな。なんかSIM フリーで購入するとなんかヨドバシカメラとかですぐ手に入るとかって言ってたけど、やっぱりキャリアでちゃんと買わないとなんか保証がつきませんよとか言われたの。修理するとき大変ですよとか、ね、本当かとか言いながら、まあちょっと半分騙された気もするけど、しゃあないからキャリアの予約サイトで注文して来るのを待ってる状況です。こういう雑談もしつつやっていきましょう。ほんとこの時にあれな、会社から渡されてる携帯あってよかったな。めちゃくちゃ入れすぎてギュッと押したらブニュッて出てきた。難しいよねこのね、接着剤の量っていうのがね、すっごい難しくてね、これねたくさん入れた方がね潤滑油になってこうニュルッと入ってすごく楽なんだけど、つけすぎた時からはみ出るっていう。はい、これで今ねこっちセットとこっちセットに分かれてるんで、これ間違えるとえらいことになるんですね。多分真ん中で切ってるから合うと思うけど、合わんかった時はたまらんので一応ね分けてはいます。切ったやつは切った同士合わせるっていうね。そんないくら、ね、切断マシンを用意したからって言ってそんな寸分たがわず切れるわけじゃない。すっげえ喉かくな。今日暑いな。パラパラっと雨降ったけどなんか湿度が高くて。さあいよ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 です。いよいよどっちが右でどっちが左だ。右と左の間違いだったよ。右足は何もない方か。右足はどうなるか。これ左足だな。これ左足か。これ左足で、これが右足。こっちだな。これが右足、これ左足ね。でいよいよですわ。このドッキングいつもだけどドッキングはね難しい。作業台の位置やっぱ悪いな。作業台の位置変更だ。作業台の位置変更します。両目でバカだ。うわうわ、やばいな。しくった。両目でバカだ。ちょっとせっ、まずいパターンだな。なんか違うものに引っ付くし、口にひっついた。取れねえ。
えらいとこひっついたな。帰ってこないよ。よし、出てきた。これね、出てきましたね。はい、これ。ちょっとこれぐしゃぐしゃになっちゃったから作り替えます。必ずなんか桜が暴れてるな。出せ出せっつって。もう散歩終わったよ。散歩終わった。おしまい。おしまい散歩はね。あ、こっち見てんの。しまい。これかな、やっぱり。うん、これかな、つったら。うん、関西人はやっぱりね、このあれとかそれだとか多いんで、ね、年いくと余計、あれそれこれ、どれ、増えっていうね。もう嫌だ嫌だ、自分が老けてるのは嫌だ、ほんと。さて、そんなこんなで両面テープが貼り終わったんで、作業台投入でーん、邪魔よ。 OK、 いい感じ。これだけでも疲れるわ、ほんま。疲れるというか、なんだろう、一苦労。問題はこれだな。どうすっかいな。あ、しまった。もう一個パーツ忘れてた、これ。つけなきゃいけないんだった。知ったな。パーツ忘れてるわ。これ忘れてました。こいつね、これつけなきゃ。何してんの、もうさくら。何してんのこれ。何してんの。何それ。もう絶対あれよ、アピールしてるよ。絶対無視。絶対無視した。絶対無視したね。
お散歩しないよ、もう。今日は進む前に中に掘り込んじゃったよい。
入ったか。よっしゃ。入った入った。ふう。ほう。ふうやな、ほんまに。どうしよっかな。同じこともう一回先やっとくか。だよね。やっときますか。上に棚上げしてるやつね、これね、こいつ、こっちもやっちましょう、やっちまいましょう。ちょっとでも効率よくね、作業進めないといけないんで。喉渇いたな。うわ、何してんの、さくら。もうなんで水入れてこうやってタオル掘り込むなあ。いや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 、明らかにお前それ嫌がらせやろ。何この顔。ちょっと無視。何してくれてんの、あいつ。どうやって掘り込んだ、その前に。まあ、手も足もないくせに。
しゃ入った。下田ちょっと削ってくれよ。よかったな。硬い。よっしゃ、入ったか。よっしゃ、入った。はい、入りました。うわ、もうベタベタやな、これ。そっちぐらいで。はい。はい、一旦、終了。終了です。これが悪いことばかしてるんでね、ちょっと。はい、終了です。まあ、とりあえずここまで行ったんで、ちょっと板終了。はい、ちょっと板、ビデオ止めましたけども、なぜ途中であの桜の妨害にあったんでね、ほんともう。でも本人は元気に散歩しております。はい、ってことでやっていきましょう。ほんともうあいつ、うわ、しまった。やばいな。パーツ分け取ったのに分からなくなったな。やべえな。あれ、どっちがどっちかわからんかった。こっちがこっちかな。多分そうやな。こっちがこっちやと思う。やばいな。まあ、いっか。まっすぐ切ってるからいけると思うけど、うわ、めっちゃ雨降ってきた。やばいな、ザー言うてる。
ザー言うてますな、ザー言うて。やばい、ちょっと窓閉めてくる。すいません、ちょっと雨が降ってきたんで窓閉めてきてたんで、とね、他の部屋が窓開けっぱなしだったんで。さあ、こっからが大変だ。これがね、多分ね、この角度ではね、入んないと思うんですよ。まあ、アルミのヘラだからっていうのもあるけど、ちょっと角度をつけ直して、やっていこう。パーツが取れない向きを変えたいんだけどな。くそ、今ヘラの角度を変えたから掴みにくい。よし、これでいい、これでいい。いい感じ、いい感じ。はい、この角度ね、この角度。なんか余計難しくなったな、今。よし、この位置で固定にしよう。いいね、いいね。さあ、問題は接着剤だ。ね、こう。さあ、やってみよう。それもしねえよ。失敗した。入らなかったな。Thank you.
アリ？なんかこれ飛び出とんな。シャーリーか。無理だ。そんなこうこうちょっとこれが飛び出たのか。失敗したな。入りきってないな。当たってんな。しゃあねえか。しゃあねえな。食材流したらなんとかなるか。昨年ハワイで食べたステーキです。高かったけど今まで食べたのは何だったというぐらい美味しかったです。また行きたいな。美味しそう。ハワイのお肉ってなんか美味しそうなイメージで、すごいボリュームで出てきそうな、ね、ですけど、ホールド。あ、いい感じ。いい感じじゃない？入ったね。いい感じね。なんだご飯でっかいな。思ったより入ってねえっていうの今分かったよ。これ飛び出とんな。これこれほら飛び出とんな。出てやがる。これがどう影響するかな。影響するやろな。影響するやろな。これな、ちょっと頑張ってみようか。瓶の表面に接着剤ついた。
入らんか、もう入らんか、はい、いかんな、ダメだな、固まっちったな。これもダメだわ、ちょい失敗。まあいっか、そしてまたもや、どっちがどっちのパスかわかんないっちゅうな。多分こだわってんだろうな。いや違う、向きが違う。え？これか？これっぽいな。多分そうだ。何だったのって話だな。ちゃんとパーツ分けてるんですよとか言いながらもうすでに見失ってるっていうね。何なのって話ね。あんた何言ってんのって話だな。もうI'm sorry.
これで OK にしようか。ちょっとずれたな。とりあえず、スネ部分できたということで、ちょ空いてるんですけどね、ここね、もうちょっとずれちゃって無理だわ、うん、はい、ということで、はい、残りもう一個ですけど、もう一個ちょっとなんか時間かかりそうなんで、またの機会ということで、はい、一旦終了。